Hey, apa kabar kalian semuanya saja? Kembali lagi di channel Bongo 3. Oke, di video kali ini gue bakal ngelanjutin Tauros series. So, hari ini kita bakal nonton episode 18 dari Tauros Majutsu no Dex Season 1. Dan ya, kemarin di Tauros sendiri ending dari arc Angel Fall ya. Dan ternyata ya, seperti itulah endingnya. Ternyata ya pengguna sihirnya adalah ayah. Walaupun gak sengaja sih gunain sihir Angel Fall. Dan ya, masalah selesai. Suci Mikado adalah mata-mata pihak sisi penyihir. Dan ya, oke. Gue gak tahu bakal apa yang bakal terjadi di episode 18 ini. Mungkin bakal ada arc baru sih ya. Sampai mungkin arc terakhir sampai season 1 selesai. So ya, langsung aja kita lihat seperti apakah kelanjutannya. So ya, let's go. Yabe, Hanaji. 俺が毎晩こんなところで眠っているのには理由がある。リトリーカマルマンディ。本来の寝床であるベッドが、目下奇妙な居候の占領下に置かれているのだ。誰かの居場所が開けてあるっぽい気がするが、あえて考えないことにする。オッケー。どうなの？あ、悪い。起こしちまったか。トーマ。念のために聞くけど、何しにこんなところまで来たの？何しにって、単に俺は…天にマシマシ、我らの父に誓って言える？私の寝顔を見たって何も感じない。何言ってんだ？お前の寝顔なんか見たって何も感じないに決まった。何も感じないってどういうこと？私はこれでも女の子なのだって。嘘、そういう感情も抱いてくれなければ、akhirnya Misaka muncul juga. Aikaraz hima sou da na. Ma ne. Lah. Anta tte boys love toka suki nan da tte? Anjir, Fujo ternyata. Ai to imoto de dorodoro inaru yatsu ga suki. Hai hai. Ohayou gozaimasu. Misaka-san janai desu ka? Kore kara dochira e? Siapa ne cowok? さ、パンパンチョイ。海原、みつき。あれ？もしかして、気分でもする？おい、ジャガン、さ、タンパンロチョイ。いや、朝食の直後に食事に誘うんかい？ああ、誘ってくれるのは嬉しいんだけど、私にも用事があるというか。ご一緒しますよ。おい。トーマ。カミアンの宿題手伝って空から女の子が降ってくるなら喜んでアシストするけどにゃ。トレーン。僕はヒロインのみならずメイド軍人ミコさん付け。マッタって言ってた。ビリ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 、話を合わせて。ごめん、遅れちゃって。お詫びに何かおごってあげるからそれで許してねえ。はいはいはい。面白い、寮の眼前で相引きとはいい度胸だ。ちょっと、私に無断で何をやってるんですか。おい、チョガン、ファッキュー。
なんだよ、いきなり人を全速力で引きずり回し、つまりこの1週間そのバラってやつに毎日ウイスデッドバラ、そうなのよ、うちの学校の理事長の孫だって言うし、無限できなくてさ、で、誰でもいいから恋人役にしてそいつから離れようとしたと。今日一日あんたと一緒に行動して、それをできるだけ多くの人に見てもらう。それで海原はミサカ、レッツゴー、ミサカエクストーム。なんか質問とか感想とかってある？感想ね。とりあえず鼻についてるマスタードは拭いとけよ。大丈夫か？大丈夫よ。あれ？あんたのって、おお、いいね。かわいい。わかった。ああ、もうわかんないわよ。じゃああんたがこっち。私がこれでいい。ちょっと気にしなさいよ、このバカ。かわいい、かわいい。どうしたんだお前、借りてきた猫みたいに。結局実験の後に学園都市に残ったシスターズって10人もいないのよね。ほとんどは学園都市の外にある機関で体の調整をやってるみたい。そんじゃ練習もなんだかんだで元気にやってるわけか。よかったよかった。あのね、女を無視して勉強するってどこが恋人同士に見えるってのよ。こっちは宿題が終わってないんだよ。タイムリミットで25時間切ってんだぞ。どう？あの、なんで解けるの？なんであんたは解けないのよ。まあまあ、ちょっと気分転換にジュースとか飲んじゃう？私買ってくるけど。いや、俺が行くって。私が行くって言ったら私が行くの？こういうのは断った方が気まずくなるのよ。長官。はじめまして。上条トーマだけど。上条トーマ。自分は海原美月と言います。で、俺に何の用なんだ？気になんの？ねえ。自分の好きな人のそばにいる男性となれば当然。だから水坂さんはもっと人に対して好きと嫌いをはっきり、かなり自分の感情に素直だと思うけど、正直自分はあの人の本音というものを一度も聞いたことはない気がします。あとそこの答えは4です。2は引っ掛けですね。言われてみりゃそうかもな。そうですよ、まったく。どうしたんだお前。ちょっと一緒いい？あんたは今私の子、恋人役なの？それは付きまとってくる海原美月を諦めさせるためのものなの？この基本だけは忘れないでよ。あいつの何が気に入らないんだろう。ま、好きでもないのに付き合うってのもなんだけどさ。あんたは続けるのか？それとも、じゃあこれで恋人ごっこは終わり。最後になんかおごってあげるわよ。何食べたい？まだ食うのかよ。あれでいい？いいわよね。なんか適当に買ってくるから。マクロナオ。おい、ミサカ。あれ、お一人ですか？うん。よく見たら、ね、俺らが。ああ、ミサカならあの中で格闘中。は？どうかしました？今、お前とよく似たやつが入ってったから。What the fuck? あなた何を、逃げてください。肉体を他人の姿に変化させる能力者だって言います。自分に化けて美坂さんに近づこうとしているのかも。まああいつもちょっとした有名人だしな。見てきてもらえませんか？自分はさっき美坂さんを怒らせてしまっていますし。おお、待ってろ。そう、Oke, ini orang ternyata yang. Oke. So, tujuannya apa nih orang coy? Ini barat. Sotchiwa daijoubu ka? Machi no naka ni majitsuchi ga iru mitai nan da. Toma? Moshikashite owarete iru no?
黒い石のナイフは黒曜石。多分トラビスカルパンテクートリの槍だと思う。トラ、なんだって？もともとはアステカの神様の名前だね。その槍は金星の光を浴びたもの全てを殺すと言われた。魔術師の槍はレプリカ、おそらくは鏡。金星の光を黒曜石のナイフで反射して攻撃しているんだと思う。やろうと思えばトーマの右手でも防げると思う。あいつが海原に変装してるのも死ぬ。明日アステカの神官は生贄の皮膚を剥いで着る技術があるから、その応用だと思ってベリベリと剥がして。変装ってだけなら皮膚をちょっと切り取って呉服を作れば姿形を真似ることができるね。もう OK、 インテスティレッツゴー。ウォッホー！ OK！ よー！覚悟してください！バカな！金星の位置も角度も完璧なはず！セメントの粉？クソ！ウォッホー！勝負エスですが、答えてもらうぜ。どうして海原なんかに化けようと考えた？ミサカに近づくためか。あいつは魔術とは関係ないだろうが。あなたは10万3000冊もの魔導書を占有している、うん、その上魔術師やレベル5の超能力者など多種多様な人材を仲間として引き入れているじゃないですか。すでに神城勢力という一つの団体ができたと言ってもいい。二つの世界のパワーバランスを脅かす不安定で巨大な力。自分の標的はあなた個人ではなく神城勢力全員なんです。うん、誰が人間の顔を使って信頼関係を壊し勢力を内部から切り崩すためにね。次の顔を手に入れなければなりません。まさかミサカの顔を。ふざけてよ。あなたの顔をいただくとしましょうかね。よーにゃほー、langsung hancur deh woy. Kena ngejen bakar.お前とは友達になれると思ってたんだぜ。自分はたった一度でもそんなことを思ったことはありませんよ。残念だよ。お前がミサカの話をしてた時のあれもただの偽物だったってことなんだ。偽物じゃダメなんで。自分だってこんな真似はしたくなかった。でも神城勢力は危険だと上が判断してしまったから。オッケー。お前、あなたが穏便でいてくれたら、問題なしで報告させてくれたら静かに引き下がれたのに。お前本当にミサカのことが好き。でも自分はあなたたちの敵になってしまいました。だったら仕方ない。殺してやるよお前のその幻想を。ふふおい。お。Wait what? おい。負けたんですか。さあね。おそらく攻撃は今回限りでは終わりません。あなたや美坂さんはこれからも狙われ続ける。守ってもらえますか。ミサカさんを。ダニアタミサカ。どこでも駆けつけて、彼女を守ってくれると約束してくれますか。わ。まったく最低の返事だ。あいつはお近くでああいうことを言うのよ。サカ行くとま。Yes。私は特別ってわけじゃないんだから。違いって分かってんだけど、紛らわしいのよあのバカ。ミサカエクストマ、ミサカエクストマ、おい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 、ミサカエクストマ、おいおい。オッケー、やエピソード18。オッケー、
So dari yang gue lihat barusan, kayaknya episode ini fokusnya ada di hubungan antara si Thomas sama Misaka ya. Karena kayaknya tadi gimana ya, mungkin ya gitu, mungkin tujuan dari episode ini mungkin memperdekat Misaka sama Thomas. Apalagi tadi juga si penyihir pengubah wajah juga kan udah bilang kalau ya dia kalah sama Thomas dan ya nyerahin, mundur dari persaingan buat ya gitulah pokoknya. Ya intinya pokoknya fokus dari episode ini kayaknya full Misaka x Thomas. Misaka x Thomas, oke, confirm. So ya gak ada, mungkin bukan art utama. Mungkin episode berikutnya bakal ada art utama sampai terakhir. Atau mungkin bakal seperti ini ya, kayak art ringan gitu. Ya satu episode. Atau mungkin bakal ada art yang mungkin lumayan besar. Karena sudah episode 18 ya. Dan episode terakhir itu episode 24. Dan ya, sampai di sini saja video kali ini. Jangan lupa subscribe, komen, jangan lupa request video. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ya, bye bye.